身長ビヨーン、石井学科生成経験の専門医、身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長の話し合い方はチャンネル登録よろしくお願いします。本当にですね、もうチャンネル登録者数のおかげさまで、ぐいぐい増えてますね。本当に皆さんに感謝をね、改めて申し上げたいと思います。ありがとうございます。で今後ですね、もう気合を入れて、もうどんどんね、配信していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。今日はですね、身長先生に聞けのシリーズではなくて、一つのものにちょっとフォーカスを当ててね、お話をさせていただこうと思います。今回、お話しさせていただくのは、ビタミン D。ABCD の D ですね。ビタミンって皆さんがね、すごくこう、馴染みが深くて、ビタミン剤とかね、もしかしたら飲んだことがある方はね、結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますし、あとテレビとかでも、これを食べるとビタミン何々がね、豊富に含まれていてってことね、聞いたことあるんじゃないかなと思いますけど、今回ですね、ビタミン ABCD の D ですね、そちらの方が、O脚ですね、ここですよね、ここがこう O脚、足がこういうふうに、こうなっちゃってるんですよね。これが X 脚。こっちが O 脚だけど、足が、ちょっと今下映ってないけど、足がですね、この O 脚になってしまう人に対して、ビタミン D、ABCD の D の投与がいいかもしれないっていう報告をちょっと見つけたので、皆さんと共有したいと思います。で、まず最初にすっごく一番大事なことをお伝えする。本当にこれが一番大事だから、絶対それだけ注視をしてるんだけど、ビタミンって大きく2種類あるんですね。一つは水溶性ビタミンと、もう一つは脂溶性ビタミン。水溶性っていうのはお水に溶けるっていう意味ですけど、一番有名なのはビタミン C ですね。で、ビタミン C はいろんなものに含まれてて、皆さんもイメージ湧くかなと思うんですけど、ビタミン C は水溶性のビタミンになるので、すごくたくさん取っても、大体おしっこに流れるので、そんなにですね、問題になることはない。ですね。ないと言い切るのもあれですけども、比較的安全なビタミンであるってことが言えます。一方で、ビタミン D、あとはですね、E とか K とか A、我々ね、デカってね、受験の時覚えるんだけど、デカのビタミン、いわゆる ABCD と E と K と A、もうデカのビタミンに関しては、これは脂溶性ビタミンになってくるので、おしっこに流れるんですね。もし仮に過剰摂取したら。なので、過剰摂取すると、いろんな障害を起こす可能性があるので、絶対にそれだけはダメ。だから、サプリメントを買ってきて、めちゃくちゃ飲んだりするっていうのはもう絶対にダメなので、そこだけ注意してください。なので、この動画は、ビタミン D を飲むことを推奨するとか、そういったことじゃなくて、そういった報告があるっていうのね、ある、O脚が治った報告があるっていうのを、そこを共有するだけですね。ちょっとその点だけね、絶対間違えないようにしてください。で、あともう一つすごく大事な最初のエクスキューズとしては、小児内分泌学会。学会から明言されている内容として、いわゆるサプリメント、ビタミン D だったりだとか、カルシウムだったりとか、そういったものが身長を伸ばす働きはないというふうに、彼らは明言していますので、その点も十分注意してください。そういった中ですね、部分的に私もたくさんいろんな論文とかですね、報告を見ながら、そういったような可能性をいろんな可能性を信じたりだとかして、いわゆる最先端部分でですね、取り扱っている部分がありますので、十分注意してください。もちろんですね、ご覧いただいて、採血をフォローアップしながらやればですね、安全にできると思うんですけど、皆さんの方で勝手にですね、そういったサプリメントを大量にこんなガーって、ね、飲んじゃったりだとか、そういったのは絶対にやめてください。そこでご注意ください。はい、ということで、今回の内容はビタミン D 摂取は幼児の O 脚の改善を促すということで、こちらはですね、本当に最新の学会のデータになってくるので、個人、どこのね、先生が発表しているとか、そういったのはあまりですね、オープンにしないでちょっとお話しさせていただこうかなと思うんですけども、ある病院の先生が、4歳以下の幼児、ですね。その子で、いわゆる O 脚が、膝と膝の間がね、開いてしまってて、それで手術というのは訴えですね。そういった訴えを持ってご覧された方に対して、ビタミン D をですね、ある量を、投与したと。その投与した経過を見たところ、O 脚がですね、どうなったかというのを見ています。ということで、初診時6ヶ月、12ヶ月とですね、1年間にわたり、O 脚の度合いです。O 脚の度合いっていうのは、大腿骨。ここの大腿骨とか、頸骨とかですね、こういったところの、骨のこの角度をレントゲンを取って、確認していくわけなんですけど、その角度を見ましたってことです。
います。ということで、まあ、結論から言ってしまうと、ビタミン D によって、O 脚がですね、改善されたってことですね。あと、頸骨の湾曲が悪化するのを防ぐ効果があったっていう内容の報告がされております。本当にこれめちゃくちゃ面白いなと思うんですけども、まあ、大事なポイントとしては、いわゆる病的なものではなくて、まあ、生理的なっていうふうな表現が書いてあるんですけど、まあ、いわゆる体質的な部分ですね。体質的に、まあ、O 脚のお子様に対して、まあ、ビタミン D を投与したら、改善傾向が見られたというような形になります。ですので、もしですね、O 脚に悩まれている小さなお子様が、もしいらっしゃいましたら、一緒にご相談いただければ、もしかしたら、何かですね、改善する方法が見つかるかもしれないという内容ですね。ということで、今回ね、ビタミン D についてお話しさせていただきます。ちょっともう一回まとめるんですけど、ビタミンの中には水溶性と脂溶性のビタミンがあって、脂溶性のビタミンですよということで、過剰摂取すると体に大きな害を及ぼすので、過剰摂取は絶対にいけません。あともう一つは、ビタミン D が学会の方から、それだけですね、身長がガンガン伸びたりするようなことはないので、まあ、いわゆる悪徳サプリの方法なので注意してくださいということですね。で、最後が、そういうのが踏まえてなんですけど、生理的な O 脚に対して、まあ、4歳未満のお子さんですけど、ある程度ですね、そういったビタミン D を補充することによって、O 脚が改善する可能性があるという報告が上がってきているというね、そんな内容になります。今回はね、まあ、参考になった方いらっしゃったら幸いです。今後もぜひ身長に関することで配信していきたいと思います。身長伸ばした方はチャンネル登録よろしくお願いします。身長ビヨーン、バイバーイ。